2006年に入社し15年目です。車両部車両課の工場チームに所属しています。今回武庫川線車両の電気関係の設計に主に携わりました。赤道車は以前空気電気関係のメンテナンスを担当していました。空気関係のメンテナンスをする部署では車両の扉やブレーキ装置など空気で動作する部品のメンテナンスを担当していました。また電気関係のメンテナンスをする部署では制御装置、行き先表示装置などのメンテナンスを担当していました。運輸部トブレ車種に所属しています。駅員車掌を経験し現在運転士で運転士歴30年です。レールの上を走る電車というのは進むと止まるです。進む時に比べ止める時には高い技術を必要とします。車体間隔と減速度の把握、この2つが大きなポイントで、車体間隔は最初思っているのと実際では車両の先端で2メートルから3メートルのズレがあります。運転の経験を積むことでこの車体間隔は養われます。電車の運転士は国家試験に受からなければなりません。教習所で約4ヶ月筆記の勉強をした後、指導運転士、阪神電車では運転の師匠といいますが、一人の師匠について4ヶ月運転実技の研修を行います。私自身も師匠から多くの運転技術を習得するために必死になって勉強しました。後に私も師匠を経験しましたが、作業を教えることは簡単ですが、目に見えない技術を理解してもらえるように分かりやすく伝えるという点がとても苦労しました。今回引退した赤道車はかなり古くから走っていた電車で、赤道車にしかついていない部品や先輩にしかわからないメンテナンスの方法があったので、それらを引き継いでもらいました。現在普通車両として活躍している青道車の作りは赤道車と似たところが多いので、先輩から受け継いだ赤道車のメンテナンス方法を青道車に置き換えて後輩に引き継いでいるところです。運転士になった頃は本線を走る急行系の車両のボディカラーは全て赤道車でした。当時は8000系の新型車両がすでに走っていたので、今回引退した赤道車はすでに古い電車の佇まいがありました。でも当時の他の車両に比べると操作しやすく乗務できると嬉しかった記憶があります。新しいデザインの武庫川専用車両は普通車両の5500系をリニューアルしてデザインを一新しました。引退した赤道車は風情のある電車だったので全くの別物といった感じです。今回甲子園球場やタイガースに関する4種類のデザイン車両を作りました。本線を走っていた普通車の5500系をリニューアルしましたが、武庫川線を走る電車なので自動放送装置を設置しワンマン運転に対応しました。また一部座席を外すことでラッシュ時にたくさんのお客様が乗れるように工夫しました。タイガース号と甲子園号は伝統を大事にしたデザインにしました。トラコ号では一部の座席に座るとトラ耳をつけているようになるトラコスポットを設置しています。トラッキー号はお子様がマスコットと一緒に乗っている気分を味わえるデザインにしました。新デザイン車両の試運転を担当したときにホームで乗車待ちをしていたお客様の往復が撮影をされてました。私も今までいろいろな電車を運転しましたが、今回の新デザイン車両ほど心躍らされた電車はありません。今後もたくさんの方に利用していただきたいと思います。初めて走ったのを見たときは武庫川線が明るくなったと感じました。写真を撮っておられるお客様も多数おられ好評と感じました。鉄道ファンだけでなく新デザイン車両を目当てにお客様にご乗車していただきたいと思います。今の電車は高性能で運転士にも扱いやすくなっています。ただ年々安全への意識が高まり、運転士にはより高い運転技術が求められます。若い世代の人は大変かと思いますが、私の経験談、特に失敗談に近い経験談を伝えていきたいです。
自らの恥の部分を他人に話すことは勇気が必要ですが、同じことを繰り返さないようにその失敗談を伝えて運転の技術を向上させながら次の世代へ引き継いでもらえたらと思います。今回の新デザイン車両への置き換えの経験は次回の更新に携わっても別の車両の仕事でも必ず生きると思っていますので、より安全で快適な車両を考えていきたいです。また今回の経験を後輩に伝えることで阪神にいい車両が増えればいいと思っています。